ね、この間大当たりした CB70 が来ないでしょ。状況を変えればこんなもんですよ。で次は少しもっとレンジをいきなり下げちゃって、下げたところから浮き上がらせるような釣り方、ライジングメソッドですね。はい、シュガーミノスリム70、この子行ってみましょう。これはシュガーミノの 50S なんかよりも深いところも潜っていくんです。深いところを通って止めるとシュガーミノスリム 50S と違ってふわーっと浮き上がると。でじゃあシュガーミノスリム50の F でいいじゃない、なんでスリムの70にするのかというのはね、瀬戸内はやっぱりイカナゴが多いのでフローティングで釣るんであればね、無理に4050の小さいミノを釣かなくてもこういう少し大きめで暴れちゃった食ってたのに、大きめのシルエットの細長いものでイカナゴのこう動きをね、模倣するようなものの方が使い勝手がいい。大きなプラグで釣れるんであればさ、無理に小さいプラグ結ぶ必要ないじゃん。大きい方が飛距離は出るし、ルアーの操作感もねはっきり分かるし、でワンバイトがあってフッキングに至らなかったのはプラグのレンジとメバルがね餌を食べたくなるレンジとが合ってないの。だから綺麗にガッツン食ってないからレンジがピタッと合うとね一発で乗るもんなんですよ。ライズしだしたな。このライズが続くようであればペンシルパターンなんだけどね、まだちょっと単発。よし、ヒットです。これ俺ねこういうの待ってたのよ。これプラグでねなかなか釣れる自信がないという方、もしくはプラグって大きなメバルするためのもんじゃないのってね、うちらメバルがちっちゃいからプラグじゃ食わないですよっていうことをね、僕はこの10年間でね何十回も聞かされてるわけ。何十回もみんなに言われるの。20センチないんですよ、17、8センチなんですよ、だからプラグじゃね食わないんですよとおっしゃる方が大勢おられる。このメバル何センチだと思う？ほら見てこれ、プラグが7センチだよ。これメバル10センチ釣れるでしょう。だからもう思い込みなんだって。完全に釣れるから普通に、ほらこんなので文句なしじゃん。ちょっと測ってみたくなった。俺測ろうこれね、画面見ただけじゃサイズ分かんないだろうから、ちなみにで測ってみますよ。目が動いて、こういうのをさ見せたくてわざわざ小型しかいないとこ行ってんだ。10センチ、12.5 だよ。ほら 12.5 センチとか13センチしかないんだよね。釣れるじゃん、釣れるんだって。こんなちっちゃい子でもプラグでねいろいろパターンがコロコロ変わって釣れたり釣れなかったりで、ある種のプラグを当て込んでやったら突然バカバカ釣れ出したりすると、こんなちっちゃい子でも猛烈に釣りがね楽しくなるのよ。うん、そこをね
知ってほしいなと皆さんに。楽しいって。サキュー。よし。よし。いい食い方してくれました。ね。止めて食った感じじゃないんだよね。やっぱ巻いてる最中にバイトがあって、お、ああ。今グーンって引っ張られてかかんなかった。よく当たるぞ。よく当たるよ。巻いて巻いて。おお、当たってる。これちなみにハイギア。これハンドルスピード見てて。ほらほらほら、来た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 。ハイギアで結構なスピードで食うじゃない。ほら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 。よいしょ。お、サイズアップ。サイズアップ。20センチになっちゃった。うん。いいぞ。はい、サンキュー。シガミのスリム。75だったっけ ?70 だったっけ。まあ、細かいことはどっちでもいいや。うん。95だったら釣れるんだよ。嘘って思うでしょ。やってみようか。バカでっかいプラグで食うかどうか。よし、ちょっとね、ごめんね。9号プラグと比べてみるからね。プラグサイズを大きくしてみるね。実験実験。またレオンさんがでっかいプラグを推奨して、そんなもんで釣れるのかって。ちっちゃいから釣れないよって。こんなでかいんだよ。来るかな、ほら。7095、このメバルの全長の半分以上なんだよ。こいつでやってみるね。さて、もうシーバスミノー並みのサイズでっけえよ。これで個々のおちびちゃんたちがヒットしてくれればおもろいね。飛ぶ飛ぶ。あまり飛距離が出ない方のシュガーミノースリムでも、さすが9号サイズとなると、なんかこれ僕のショップフィッシュインでもね書いてるけど、あの普段使いで釣るために使わなくてもいいと思う。これはね、あのあれだよ、トレーニングマシンだと思って。こういう長いやつ、でかいやつ、こういうのでさ、ちょこちょこあの釣りに行ってて、メバルの活性がすごくよくって、パカパカ釣れる時に、じゃあこいつ投げてみようって、これで釣れたら面白いじゃんっていう使い方してほしい。で、何度か釣れて何匹も釣れると、あの大きいプラグに対する信頼度とか自信がね強くなるのよ。そうすると普通にね8センチとか9センチがもう何のためらいもなく普段で結ぶことができるようになる。そのためのね、まあ加圧トレーニングみたいなもんだな。うわっ、あっ、乗らなかった。トレーニングマシンだ。今魚の活性そんなに高くないからね。もっと高いからね、あのメバル、瀬戸内のメバルがプラグで釣れる時って。潮が上がってもう少し活性が上がればね、もっと簡単に釣れてくれるはずなんだ。こんなことばっかりして遊んでたのよ僕は。ほらほら、食った。ああ外れた。フックがね、ごめんね、軽量フックに交換してなかった。こいつちょっとごついフックつけてる。え、軽量フックの方あったかな。こっちか。ね、瀬戸内カナゴカラーのハイパイカナゴ。よし、
あら、引っかかっちゃったかな。潜ってないぞ。しくった。ハイパーイカナゴ一発、ハイパーイカナゴに一発です。よし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 。ほら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 、見て、皆さん見て、これこれまあメバルのサイズがちょっと良すぎる。これこれ、フロントフック食ってるよ。はずい。ほらこれ見て。おちびちゃんは食い損ねたけど、これぐらいの子だったら釣れちゃうわ。何センチ？ちょうど20センチのメバル。ほれ、これを見て欲しかった。普通に堤防でね、2014年の山口のボートゲームのロケで、それからもう一つ東京湾のね、ボートゲームで僕これを使って大きなメバル釣ってるから、やっぱこんなでかいミノじゃでかいメバルしか相手できないよなって皆さん思ったでしょ。前半で普通にこう瀬戸内の何でもない堤防でこれ釣れるって、これ見てほしかった。こっちの方が見せたい。これでね、僕がねどこかで尺メバル釣ったってね、当たり前な感じじゃない。ああいいとこ行ってるねぐらいの話になっちゃうんで、やっぱりね、僕はこういう普通サイズのメバルがこんなでっかいミノで釣れるんだっていうところをね、やっぱり見てほしかった。やったー、よっしゃー、期待感があった今日ここへ、最高果敢に餌を食うモードのやつがね、大きめにいて、暗いところに自分が隠れてて、明かりの中に入ってくる小魚とかね、ちっちゃいイカとかをね狙ってるのよ。足元の暗いシェードの中にいるか、沖の暗いところにいるかなのよ、サイズのいいやつは。で、お子ちゃまだけがこの明かりの真ん中でね、ピチャ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 してるっていうのがもうメバルのあり方なんで、そういう意味でもビッグプラグってこれ飛距離が出るじゃない。だからそこら辺の優位性をね、上手に使えば距離が倍ぐらい飛んでくれて、しかも魚のサイズまで上がるとなったら、大きいプラグ使わない手がないでしょ。ちっちゃいメバルでも釣れる、大きいのはもちろん釣れる。これが僕がビッグプラグを推奨する理由だし、このあれはこのとりわけでかいやつでね、あんな風に釣れるとこを見てもらったら、みんなも勇気が湧くと思う。一回釣ってみてよ、シュガーミノスリム 95F で。うん、もうたった一匹で、もう本当に大きな革新という名前の勇気をもたらしてくれるから。やっぱり自分で釣らないとダメなの。この VTR を見て、僕が釣るところを見て、おおすげえ、あんなでっかいので釣れるんだと思っても、所詮人の釣果なんだよね。自分の中にこう自信が持てなきゃ何にもならないんで、もう騙されたと思ってとにかくやってみて、で一匹でも釣れればそれが大きな自信になる。 VTR を100回見てもつかない自信が、自分が一匹釣ればそれが自信になるので、ぜひぜひ使ってほしい。釣れない時に投げちゃダメだよ。普通にメバリングしてて、普通に釣れる時にジグヘッドにワームやなんかでね、そういう時に投げて見ればちゃんと当たってくれて、それが自信になるのよ。あ、なんだあれ、フグか、アオリイカじゃないね。こっちのやつなんだろう、こっちのやつフグじゃないね、タコのちっちゃいやつ、タコだねタコの赤ちゃんが泳いでる目の前をライズした。何しようかな。ちょこちょこね、ライズしてるやつがね気になるのよ僕。ちょこちょこライズしてるやつが何食ってんのか。もう一回 CB70 ドリフトペンシル、あそこで今またパサッと出たもんな水面に。あいつがペンシルに出ないわけないと思ってんだよね。
で、なぜ出ないかがちょっと今僕の中で分かんないで、こういう時にね、今僕なんとかみんなの前でそのでかいプラグで釣ろうと意識しすぎて、チャンス逃してる可能性もある。まあ素直に普通にメバペンメバルとかを流せばパコンと出るのかもしれない。だけど僕がやっぱり大きいのをあえてやってる理由は、ちっちゃいペンシルじゃないと出ないと思ってる人が多すぎるので、だからやってるのよ。僕なんかはどっちでも釣れる パターンというか、釣れる自信パターンを見る自信があるから、ああこれは小型でないと無理だなっていう時と、大型でも出るぞっていう時と分かっちゃうんで、どっちも結ぶ。だからどっちも結べるようになってほしいわけですよ。この間ね、東京の友達がね、遊びに来てメバル釣らせてくれっつって案内して山口へ連れて行ったの。うん。で、面白いこと言ったのよ、その東京の友達が。あー、ついてきてる。うわー、ついてきてる。食わない。あ、イカが引っ張ってた、今。僕の CB70 がずーんと重たくなったと思ったら、こんなちっちゃいイカがお尻つかまえて引っ張ってた。はっはー。もう一回。お、あそこ出た。話の続き、その関東の友達が、僕がそのペンシルで今日釣れたらいいねって、トップでメバルってあんま釣ったことないでしょって言ったら、その人が東京のねルアーショップで、ペンシルでメバル釣る話をしたら、メバルがペンシルで食ってくるなんてもう都市伝説ですって言うんだって。ちょっとその広島じゃもうありえない話じゃ、都市伝説なんて、じゃあもう広島都市伝説だらけって話になるじゃないっていう話をしててね、広島だからペンシルでも反応するメバルがいるんだ的なね話になったらしいのよ。そのショップの店員さんがそう言うんだって。でも僕20年くらい前から横浜なんかで普通にペンシルで釣ってるからね。だからきつい言い方させてもらうと言い訳なのよ。すべてやってみてないです。釣れるところまで自分がやり込めば、東京だろうが新潟だろうが広島だろうがペンシルで釣れるときは釣れるんですって。普通にそれをね、いや広島だから釣れるんですよ、九州だから釣れるんですよっていうのはね、もう絶対的に単純に言い訳だと僕強く言わせてもらいますよ。だってその都市伝説のように言われてる東京湾で、僕はトップゲームでいくらでも釣ってます。ボートじゃないよ、八景島シーパラダイスの橋の下とかね、港未来の観覧車の下とか釣ってるもん。普通に何十匹もペンシルで釣れるタイミングでは釣れるんです。何の不思議もない、だってメバルだもん。関東のメバルと広島のメバルがね性格違うなんてことはありえない。性格が違うのは、関東だろうが日本海だろうが太平洋だろうが瀬戸内だろうが、ついてる場所と餌で性格が変わるわけ。和歌山とかさ、日本海にこんな堤防の先端に明かりがついてるとこってないのよ。これ瀬戸内の特徴だからね。外に突き出た堤防って全部真っ暗だから、だからそういう意味じゃね、瀬戸内は恵まれてるわけ。だからその堤防の先端に明かりがあって初めて発生する釣り方ってのがあるわけ。そうかと思えば逆に、その真逆に、闇のゴロタ場にはゴロタ場の個性がある食い方、餌、それは、伊豆のねゴロタのあるところで、メバルを釣る方法を
山口県や広島県、愛媛県の同じようなゴルタのところでやれば同じように釣れるわけ。だから地域で CB70 来ました。地域でメバルの個性が変わるんじゃなくて、その釣り場で個性が変わるんだからね。フロントフック外れちゃった。でも CB70 ドリフトで一匹、ほら若干トップに潮位が上がってくると同時に反応しだした感じだね。ペンシルの薪の釣りで一匹釣れました。サンキュー。イカです。イカミノー、ほら透明感出てる。出てます、出てます。めっちゃ綺麗です。めちゃくちゃ綺麗。ほらちょっと目張るようにはこうファットな感じがするよね。実際太いのよ。そうだな、シュガーミのゴムレスと比べようか。こんな太さが違うと、これほらでもイカってこんなじゃん。でこれくらいのイカって食うよね、普通に。メバルは瀬戸内なんかだと5月6月にスルメイカが、まあスルメイカ2月ぐらいからこれぐらいのサイズが出てきだして平気で食うんだよ。これをこのポイントは最後にしましょう。これを投げて、さっきねちっちゃいタコが見えたし、あの小イカもね一回見えたのよね。でたまにねパコッっていうちょっとひときわ大きい音がするので、ひょっとしたらあのミミイカとかがね入ってて、サイズのいいメバルがそれ食ってる可能性があるんで、イカくん入れてみます。重たいこのルアーは。サスペンドタイプなので、まあ巻いて先行浸透なりに潜らせたところでちょっと止めて、イカがスーッと、おーおい、ドンピシャドンピシャね、潜らせてサスペンドさせて止めたら一発でガーンだよ。これこれ完全なこのイカの泳ぎの再現で今一発で食ったよ、こんなちっこいメバル君が。ほらこれハマったぞ。これは俺ピンときたね。先行深度といい、あのレンジでピタッと止まってくれるタイプがもうバチッと今のメバルの捕食体制にはまった瞬間だよ。これこのエンペラがあるじゃん、リップがないけど、このエンペラで潜るのよ。この子は巻くとエンペラで一定の先行深度まで潜ったらピタッと止まってるわけ。もうまさしくイカの動きなわけ。スーッフッて、そしたらこの子がパッコーンって一発だよ。さっきまであのかけるのに苦労してたのにこれ嬉しい。これシュガースリム9号で釣ったのと同じくらい嬉しい。これはいいものを、いいものを見せてきました。最高。チーズ取ろう。今日のね実はカメラマンスニフ工学お疲れでした。カメラだからちょっとお見苦しかったかもしれないですけど、はい、家が撮れてればいいな。本当、まあ、それを願ってて、それはしょうがない。あのそれより聴歌の方さ、ね、あの今一連の僕のプラッキング見てもらってて、どんな感じ。いや素晴らしいでしょ、もう文句ないですよ。面白い。はい。何が一番面白かった。でかいのが、うん、でかいプラグをこんなちっちゃい、うん、本当このぐらいですよ、このぐらいのが、うん、食ってバシャバシャって、しかもあれ釣れたのは2、3匹だったかもしれないけど、うん、この出てんのは結構出てるんですよね。結構出てるよね。パカパカ立ってる、肉眼じゃ見える。で、うん、カメラをこう拡散に合わせたまま僕水面見てたんですけど、うん、メバルがふーって浮いてきて、うん、それをじーっと見てるんですよ。そうじーっと見てるのがすごい可愛くて、ね、
だね、だから僕言ってるじゃん、ちびメバルでも面白く遊べるんだよこのプラグって。最高です、これね、ほんと大変ね、ほんとごめんね、先謝っとくけどワーム派でジグヘッド派の人には大変申し訳ないけど、こんなメバルばっか釣ってたらすぐ飽きるでしょ面白くない、俺絶対そうだもん、すぐ飽きるもん、うん、でもプラグでこんなしてあのチビ釣ってたら飽きないじゃん。その意外性で釣れる、意外な釣れ方するっていうのが本当楽しい、ね、面白いよね、うんうん、でしかもこういう明るいところだと見てて楽しい、さらにそれだけで僕は満足して、もう帰ってもいいかなって思ってるんですけど、いやいやいやあと釣ってみて何も。今度はね、少しロケーションを変えて外堤防、海に対してこう平行に伸びた堤防へね移動してきました。まあ、狙いは多少なりとも外堤防の分、サイズアップしてくれないかなと。まあ、エリア的にね、あまり大きなメバルが25アップとか尺近いのとか出るポイントじゃないんですけども、いくらかでもサイズアップ狙ってチャレンジしてみます。よいしょ、でこい、ルアーはシュガミの 50S、 僕のサーチベイト、とりあえず巻き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 して、いるかどうか。お、食った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 ぞ食ったぞ、よし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 すぐ釣れる、すぐ釣れる、はい、あ、20センチですね、うん、まあレギュラーサイズだね、瀬戸内レギュラーサイズ、小気味よくヒットしてくれました。ブルー、綺麗なブルー、これ顔面では伝わんないけど、はい、よし、うん、まあいい釣れ方してるんで21だな、引っ越してきた回がある釣れ方ではあるね。おっしゃ、これでまあ拾い釣りしていけば多少、サイズアップも望めるかもしれないということで頑張ってみます。で今シュガーミノのゴーマレースで3連発、ほら来た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 、ほら、ああバレたあのね、小川君こっちおいで、あの選手交代しますよ、もう僕が釣るの見るの飽きたでしょみんな選手交代、じゃあピンマイク小川君に渡して、おいでこ、はい、よいしょ、これがフロロタック、はい、フロロタック、うん、ルアーは好きなの出して使ってください、はい、お願いします、選手交代ですって、飽きられないように頑張ります。うん、釣れるらしいんでとりあえずこれからやりますよ、もうこのまま行きますからね、はい、よし、食った、釣れました、うん、言われた通りに投げて巻いたら釣れましたもうなんか、うん、つまんねえやこれやべえどうしよういや釣れるのはすごく楽しいんですけどね、その魚を自分で見つけてないっていうのがちょっと悔しいんですね、申し訳ないかな、うん、なのでちょっと違う釣り方でなんかやってみようと思います。メバルちゃんです、おお、よし、リリースします。あんまりウォブリング入れた
出た時間は当たらなかったっぽいんで、まっすぐ泳ぐやつを投げてみようと思います。これダブルスクリューですね。よし、表層ストレートリトリーブだと当たらない。ちょっと沈める。当たらないぞ。お帰りなさいませ。あ、持ってそこにあったんですね。ちょっと落として、ゆっくり巻く。置いとく。ウィードの際でトップで出たそうです。表層ダメだなって言ってたのに。これじゃないのかな。あ、当たった。当たったけど乗らない。今ちょっと違うんでしょうね。ルアー変えてみます。SPM55 のイエローダイヤモンド。これでやってみます。なんで乗らない？一旦フッティングするんだけど、はい、これ竿がほら硬い竿なんで、外れちゃうんだよ。フロルタックルに変えよう。いやー、惜しい。トーピーロいい感じで当たるのに2回も逃がした。フロロこれですね。ちょっと釣れなくなってる。ちょっと釣れないです。今多分普通にミノン系がいいんじゃないかと思って、僕は今リッチスリム60S、よし行ってこい。並んで釣りましょう。はい、まだ当たります。やっぱりね、あのミノンが強いね。あ、置いとけるっていう。いや、そういうことじゃない。スイッチかけて、リトリブの間にスイッチ混ぜるとパーンって当たってくるから、あ、ほうほうほう。そう、ただ巻きだとツッツッって当たるだけなんですよね。そうそうそう。またトゥイッチ入れてもツッツッって当たるだけ。これは動きの違いですね。じゃあリッ
腑のあるやつ使いましょう。僕は分かっちゃった。うん？僕は分かっちゃった。はい。後で教えてあげる。意地悪。見えないようにセットしてますよ、拡散。もう絶対今は僕に教える気ない。自分でやれってね。育てられてます。よし。多分ハマるはず。こいつ。流れは効いてるね。藻が斜めになってるから。ええ。でもさっきと逆に流れましたね。うん。コロコロ動くからね。うん。ちょうど潮が集まる場所だから。あれ。あれとか言ってますよ。さっきこれだと思うって言ってた拡散が。よっ。半分正解に近づいた。半分。そこそこいるよね。かなりの数がいるはずですね、これ。なぜか釣れない。これが面白いぞ、これ。うん。バカバカ釣れるより面白いぞ。よし。うわ。いきなりライズが出始めました。本当に状況がコロコロ変わりますね。追いつけないです。やっぱりな、やっぱり結局たどり着いたぞ、ここへ。分かったぞ。半分、半分、分かってきたって言ってたじゃんか。はい。これ見てこれ。あのね、水面意識がものすごく強いよ。うん。で、あのショートバイトだったのは、うんうん、ルアーが深すぎるんだよ。なるほど。で、やっぱ顔の水面直下のものしか食おうとしてない、今これ、トーピード。うん。ゆっくりただ巻きで、バーンと食ってきた。で、メバルの数はそんなに多くないのよ。やる気のあるやつがちょっといるんだけど。やりました、これトーピード。うん、ミノー系でね、最初初段ミノー 50S でね、パンパンと当たったけど。ですね。で、なんかちょっと直後に状況変わっちゃって。うん。で、水面意識強いなって感じだったんで、トーピードを入れたら。よしよしよし。悪くないよ、これサイズ。やられちゃった。よし。まあ、素直にそれそのまんまやるはずはないですね。こんなの投げます。よっ。めっちゃ流されますね。またライズがピチャって、はい、ライズがありましたね。注意して聞いておかないと聞き逃すぐらいちっちゃいよ。またライズがあるのが2箇所ですね。手前か奥かで。
乗らないよ。サイズアップでかい、すごい、トピドでかい25、6いいサイズ釣れてます。はい、トピドインクス、メバルカスタムチューン、めっちゃいいよね。他のペンシルで出ても乗らないのに、うん、トピードうまくできてるでしょ。ですね、すごいです ね。僕、うん、あのさっきメバペンマグナム、うんうん、投げてたっすね。メバペンマグナムがすっごい強い時もあるけど、うん、トピードが強い時でザラが強い時ね、やっぱ、うん、同じトップでもね分かれるのが怖いところ。別々なんですね今トピードパターン、うん、おおオッケー、はい、よし、流れがすごく弱くなりました。今足元にメバル見えてるんですけどね。通し方で全然口使わないです。ロッド縦気味でペラの波動だけ生かす。ちょっとミノーに戻してみましょう。当たりがね遠のいてるんで、今度はガンシップです。ガンシップの SS、 スローシンキングですね、のカラーはクリアラメ。もうほぼ置いとく感じで、よし釣れた、やっと釣れた。あ、なんか2匹目長かったですねよいしょ、釣れました。イエイ。ルアーはこれ、見えるかな、スミスのガンシップですね。これはうん、クリアラメです。さっき拡散が釣った後からなんかライズがあんまり出なくなって、でちょっと一段下を引いてたらまたツツツツって当たったんで、う、出た、一段下で。一段下何使ったの？ガンシップです。おお、今ね、はい、多分釣れた時間帯、はい、急にトーピードに出なくなった。ああ、やっぱりバッとレンジが変わった瞬間ですよね。これは瀬戸内の恐ろしさ。そう、こっちもボイルがちょこちょこあってたのがパタって消えたんですよ。そう、そもそもさ、はいはい、この堤防って海に対して平行にできてるじゃん。そうですね。なのになぜ潮が右行ったり左行ったりバッと止まったりするかだよね。普通の海じゃちょっと想像つきにくいでしょ。そうですね、うんうん、これが怖いところなんだ島がいっぱいあってそうそう、それでね、決して一方通行じゃないの流れが。うん、でも怖くて面白いね。うん、面白いですよこれ。じゃあ回りましょうじゃあちょっとリリースします。せっかく釣れたんでもう一頭だけ同じのでやってみます。パラッと、あ、当たったよ。フッキングミスだよ。手前にね群れがいますね。しっかり
てもそんなに大きくないな、こいつらは。またちょっと状況が変わってきたっぽいな。翻弄されております。よし、うん、やっぱあんまり潜らせずにちょっと上で止めるぐらいがいいのかな。うん、こればっくり食ってますよ。よいしょ。同じ釣り方で2匹目釣れました。連発です。お、パターンはまったね。うん、はまったけど徐々になんかレンジが浅くなってってますよ。またまた浮き上がってきてる。並んでつぞ。はい、ぎっしりあるのに右行ったり左行ったりするもんだから、すっごい釣りづらいですね。全くペンシル出なくなった。パッと出てたんだよ。面白い。しかもね、水面出たやつはでかいんだよね、みんな。そうですね。サイズが。ハマってます。うふう楽しい。僕釣れない。ちょっと嬉しい。ごめんなさい。こういうことなんだよ。だから友達と一緒にやらないとダメなんだよ、メダルゲームは。うん、お、今のでかそう。いい音だったね。ですね。なんか網パターンの食い方っぽくはないですよ今の。なんか、うん、またイカナゴ入ってきたかな。そうそう、ちょこちょこ入る。うん、こうやってね、コクコクと変化していくのを感じながら釣るんですって、メバリング。うわ、ものすごい速く流れた今。なんだろう。5分で変わる潮の動き。しかも局所的に変わったりするんですよね、ここね。そうそう、ぶつかってるから潮。当たる。当たるけど、これはおちびちゃん。うん、ちょっとルアー変えようかな。よいしょ。いやー、もう突風出ないわ。さすがにじれてきた。もう ガンシップはシンキング使った。はい、スローシンキングです。でもあと5センチか10センチぐらい上を引いた方がもっと釣れるような気がするっすね。そう、本当にね、それがメバルなんだよね。うん、それが本当に理解できるとずっと釣れるんだよ、メバルって。ところが例えばどこそこブランドの何々シンキングが一番いいよっていう言い方する方が多いんだけど、うん、そうですね、そのパターンでしか釣れてないっていうことに気がついてない。あ、そこは怖いところだからね。うんうん、全部必要なんだ。うん、簡単なこと言うと全メーカーの全あのラインナップがいるんだよ本当は。本当は恐ろしい釣りですよこれ。よし、なわけで少し浅くしたいなと思って、でちょっとサイズ変えるとなんか
うん、冒険しすぎな感じがするんで、リッチの 35SS、 これガンシップよりも、おお、おお、でかかった、今のはでかかった、でかかった、外れちゃった、藻がそこに浮いてるからですね、こそうと思った、外れちゃった、トーピードですか、いや、もう無理、水平は無理リッチスリム 60S そう、ちょっと表層を引きたいなと思ったんで、5センチ浮かせるためのスローシンキングでもリッチ 35SS を僕は選んでます今。お、おお、ああ漏れ突っ込まれる、おお、さっきよりはちっちゃいバレたんですけど、でもいいサイズ、おお、リッチ 60S 釣れましたね、あ、大したことないか21よし、この竿すごい、これプラグのサイズなんじゃないかな、もう、そう、うん、シルエットとサイズと、そう、うん、6070の方がね、多分反応がいいと思う、うん、なんかちっちゃい方がいいなんてことありえない今ね、思いっきり釣り負けてますからね、僕にうん、明らかに今は動かした方が釣れてますおお、もう藻が怖いから強引に巻いてるからさ、ちぎれちまう口がすげえバイトがあるよ、すごいバイトがないです僕よし、来た、ダブルヒット、イエーイ、サイズ下がったけど、サイズ下がったけど、リッチスリム60、僕は、リッチの 35SS、 リッチかよ、どっちもリッチかよ、リッチだけどサイズが違う魚は同じようなサイズですね、はい、うん、うん、2人とも今レンジが合ってるとこっち、うん、で OK、 止めるとダメになりましたからね、僕も止めるとダメだったね、うん、面白いね、刻々と変わる、ね、さっきは止めなきゃダメだった、そうそうそう、そう、浮かべて流してたらボコーンって出たし、うん、浮かべて流してたらボコーンと出たのが、沈めて流したらボコーンと出て、今度はもう泳がさないとダメ、はあ、この小難しいの楽しいよし、じゃあ次はどうなるかな、ちょっと次を予測してルアー変えてみます、ゲーム性高い、うん、ね、今日は素晴らしい日です、ネバリングの面白さってのはこのゲーム性なんだよ本当にあのベストでビタッとついていこうとすると相当頭使うだろうですね、うん、まだまだそんなことは僕にはできそうにないです、言うて僕ほらアジンガーですからね、でも負けじと釣りたいと思います、いつもこうやってドクター D と並んでね、うん、くそーとかね負けたとか勝ったとかねキンキンってやってるんだ、これ楽しいですね、ざまやろなとか言うね本有ならではの、うんうん、もう爆鳥です
はい、ちょー、うん、ありがとう。このパターン長いね。長いですね。ほらほらほら、うん、これもう、あ、こうやって、こうやっていいんですか。変えたらダメに。バイブレーションだって。サイズがちょっといいプラス。うん。首がかり重たいわ。釣れるだろうこれリッチロー。釣れてますね。すごい。素晴らしい。ものすごく僕好きなんだけど。みんなにも見てもらおうかな。うん。ちょっとマイクを渡してしっかり喋ってください。僕が見せるからそれで説明して。え？喋って。いや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 、それはちょっとなしですよ。リッチ 60SS こんなルアーです。リッチ 60SS こんなルアーです。アフレコ入りです。やっとリッチにハマるパターンが。ずっとなってね、ああ、そうすげえわ、うんうん、ほらもう完全にやられてますもんね、俺デタラメな釣れ方してるすっごい。取っては投げ、ちぎっては投げになってます。鬼のようですトップゲーム。すごい。マジ連発っすね。ノンストップゲームです。でかいし。でかいし。あれ？すごいすごい。釣れたー。イエイ。出ました。ブローイン 80S です。8センチのミノ。レンジはリッチよりちょっとだけ深い。また浮いてくんのかなと思ってシンキングペンシルのすごい軽めのやつ入れてみたんだけど、全然そっちには来なくて、一段下げた方が簡単に釣れました。ちょっとね、デカめ、少しデカめプラグがですね、圧倒的に有利な場面なので、うん、ね、うん、60、80、80、そう、7センチ、8センチがね、今ドハマりの、うん、多分いいの見てもらえたよ。僕はしょっちゅう味わってるし、分かってるんだけどねですね。ほら、これ面白い。うん、シーバスルアーって言われてるルアーね、ブローイン、うん、でも実はね、メバル大きい方が食うパターンって今日みたいにね、うん、しょっちゅうあるの、しょっちゅう。だってキャストコース同じなんですよ。キャストコース同じでレンジとシルエットが違う、たったそれだけ。写真撮ってる間にエンドレスヒットが終わっちゃった。2投続けて空振りなんてなかったよ、さっき。うん、また変わりましたね。変わったね。またパターン変わった。なんでしょうね、これ。ドハマりだったもんね、僕さっき。うん、リッチスリム 60SS がほんあれ以上はないと思うね。そうですね、強烈だったもんね、それから。うん、お、反転して帰ってったな。見てるだけ。見てるだけ。違うらしいよ。お、もうこれパターン外れてるわ。3等倍となった。
いや、お疲れ様でした。いや、面白かった。楽しかった。初めてだよね。そうですね。瀬戸内でこんなたっぷり。うん。うん、一緒にやらせてもらったのも。うん。うん、瀬戸内の海のメバリング、片鱗じゃないよ。うん。一昨夜と昨夜と今日と、そうです ね2泊3日やらせていただいて、うん、一言で感想どう？すごいっすよ、やっぱ。いや、初めて来たわけじゃないんですよ、瀬戸内。あ、そう、うん、うん、でもその時にもすごい楽しかったんですね、うん、その状況はいろいろ変わるし、いろんな魚が出るし、うん、で餌の種類が豊富だから、その釣れ方が豊富なんですね、うん、何を釣るにしても。なるほど。だからもうここ引っ越してこようかなとか、もう5年前に1回思ったんですね。うん、今日今すごい心が揺れておりますけど。なるほど。そのくらいね、まあ、まあそのぐらい素晴らしい土地です。恵まれた海だよね、うん、で特にメバルアジってたくさんいるし。いますね。で僕ね、いつも言うんだけど、ただね、バイトチャンスが多いからこそ、その魚種の本来持ってる性質の隅から隅まで知ることができるのよ。そうですね、うん、それは間違いないと思います。間違いないよね、うん、そうすると例えば、メバルの北限、宮城県あたりだ、うん、行っても釣れちゃうし、うん、新潟でも釣れちゃうし、うん、鹿児島行っても釣れちゃうし、でも逆だと難しいんだよこれは。そうですね、うんうん、いろんな釣れ方を知らないと、その状況に類推するのが難しくなる。そう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 、うん、だからその特に瀬戸内って堤防がボーンと深かったりするし、うん、激流がこんなフラフラするし、そういうのはね、僕横にあるから得意なんですよ。横あるからね、うん、まだ慣れてるけど、うん、関東から来た人なんかびっくりするんだよ、うんですね、どうしたらいいかわけわかんなくなる、うん、で和歌山でね、はい、もう34とか37とかね、うん、スーパーでかいメバルをたくさん釣ってる凄腕アングラーが、うんうんうん、かわいそうだから誰と言えないんだけど来て来てね、しょうがないのフィールドの差だから、うん、さあって並んで釣ったらね、3時間ぐらい悩んでたよ、釣れなくて。はあ。ゴーって行くんだもん、うん、しかも足元15メーターとかなんだもん。そうですね。で和歌山の磯って目いっぱい投げても寿司2メーターとかしかないんだから、うん、まあその代わりメバルでかいんだよ、ガーン、うん、それを釣るにはそれなりの技術がちゃんと必要なんだけど、うん、海変わるとその海しか、和歌山の海しかやっと彼はやったことなかったから、もう大仰天してて、うん、だって後ろに投げて自分の目の前で水深合わせるなんていう発想ないですもんね。そんな2メートルの水深だとまずできないですからね。そうそうそう、まずできないよね、うん、まあ、そういう意味じゃ佐賀呼子って瀬戸内の似たところが大変共通、うん、そのあたりは近いなと思いますね、うん、味の釣れ方とか、うんうん、まあ、今回の VTR でね、僕も北から南へと言ってもね、ほとんど瀬戸内中心で大変申し訳ないんですけど、まあ、佐賀でもやったし、ね、うん、山口で、新潟でも今回やってんのよ、うん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 、で横浜でしょ、それであと仙台も行くでしょ、仙台、宮城、いわきの方もね、うん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 、もっとあちこち行きたいんだけど、うんうん、まあこの辺でいわゆる瀬戸内で僕が長年培ってきた知識とテクニックが各海でも通用するよ、はい、でプラグだけでこんなにめちゃくちゃ釣れて遊べるよっていうのをね、うん、見てもらえる。見てこの長さ、ほら釣れちゃう8センチです。まあ今日は何だったら95で釣ってるからね。うん、そうですね。でかかった。でかかった、うん、またどっかで瀬戸内で一緒に、ね、そうですね、遊びましょう、うんうん、何釣り行きますかね。いや、まだまだメバル教えてほしいですね。そうね、メバルまだ奥深いからね、うん、いろんな釣れ方するの知ってるから、そのバラエティ豊かさをぜひ。まだ今日はね、本当に瀬戸内のメバルプラッキングの半分しか見れてない、うん、もっとスーパー面白く、スーパー難しいシーンもあるんで、うん、今度またそのタイミングで、うん、よろしくお願いします、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よっしゃ。